良く。仲良くです。愛ちゃんからの言葉を胸に二人は鎌倉のホテルで食事をとることになった。そろそろ二人あの今日いろいろやってきてお腹減ったでしょ。減ったっつうの、ねえ、ね、お腹が減ってたらね、些細なことにも腹が立っちゃうんですよ。二人で楽しくフランス料理、一人分の食事を仲良く分け合って食べられるかを見る。お、来た、来た、来た、来ました。じゃあこれで、はい、これいただきます。南原、ワインの飲み方を教える。転がしてる、転がしてる、転がしてる。むせて、むせてんじゃないですか。二人の友情に。あ、乾杯。乾杯。乾杯。ちょっと本当カップルみたいになってきちゃいましたね。どうよ、どうよ清高。最近。最近はね、体も調子よくて。マサルはどうよ。さっぱり。さっぱり受けーしな。でも大丈夫、それは今に始まったことじゃない。お互いけなし合ってんじゃねえのかこれ。来た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 、これ端料理が来ましたよ、はい、すいません、ちっちゃい、ちっちゃいっすね。あ、ほたなだってプレーなやつだから。じゃあちょっと味見を。あったかい、あったよ。おお、出ましたよ。食べさす攻撃。またベタな。おいしい、おいしい。大して怒んねえんだそれ。あんなの許しちゃうんだよ。もう入れちゃった。一回ちょっとこう刺してね。さりげなく仕返し。早い早い、全部食った。まさましい。お店の人が来ると大人しくなるんです。ごきげんよう。なんだっすか、別に上流階級なんかあるじゃないんだよ。バカだこの人たち。マスキャは今まで長くやってたんだからな。マスキャロマサルの夢聞かせてくれよ。あ、会話になってきましたよ。笑えへん。俺たちも仲良しなんで笑うわけないだろ。ゆくゆくは、うん、映画とか作りたい。笑ったやっけ。笑うなよ。全く初めて聞いたからさ。語り合ううちに二人の溝は埋まってきたのか。あ、思った。これ自分で食ったじゃないですか。汚ね。汚ね。汚ね。仲いい。仲いい。仲いい。波乱含みの二人、果たして親友になれるのか。食事を終え、二人は水入らずの一夜を過ごす和室に案内された。でも二人の距離もだいぶ縮まってる感じですよ。心の距離なんかもうほとんどないんじゃないですか、うんうん、そうそう、もうないよ、ええ、ないですよね。だからね、ここではちょっとお互いの手を握り合って、お互いのね、気持ちを感じ合っていただけないかなと思いまして、目を閉じて、うん、いいですか、うん、案外さらに仲良くなるようにと、二人のために第二の手錠をセット。え、おいおい、より近づいてくる。これ何もできないじゃない。痛い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 。より距離を縮めた南原浜口、風呂に入り裸の付き合い。堀部天野は別室でその様子を見る。これをどうすればいいんだろう。風呂に詰めてタスクしてる。まず浜口から脱ぐ。どっち見ても見た。目かって臭いのしかない。いかない。えれれれ、これどうするよ。これ知恵の輪みたいになってる。悩む二人、どうする。あげちゃいました。これは絶対解読できないと思いますよ。もう一回浜口が着るなんてハメにならなければいいんですけどね。それ新喜劇ですから。ちょっとやってますよ。やってますよ。ああそうか。袖から頭抜きます。袖がはっ。だって袖っていくら広がったってこんなもんですよ。今日は無理や。痛い痛い痛い。死んじゃう、死んじゃうよ。痛い痛い痛い。頭に押せる。腕のとこ、腕のとこ、無理。入る気になってますよ。
中央に寄せる大作戦ですか。考えてたのはこれですよね。中央に寄せる大作戦。男のズボンの噂初めてや。さあいいですね、二人。気の高い体やな。いやー、ロマムには負けるよ。早く入れよ。濡らすなよ。服が濡れないように注意して浴槽へ。服を持ったままなんとか風呂に入った2人。あ、気持ちいい。皆さん見てくれ。水の音が止まりましたね。出てくるんでしょうか。衣装がね、水だといいんですけども。あ、出てきましたよ。親密度が増した南原浜口、互いの体を仲良く拭き合う。浴衣着れないだろ。だって浴衣着ないとな。一個の浴衣を二人で着るしかないと。抜こうとしてるんですよ、袖から。頭悪いな。この袖抜きの服になりましたよ、この民族衣装に。原始で、おい、えらいミニスカートなんだよ。俺もそれちょっと丈はバカボンなんだ。協力してテーブルを動かし寝る準備。当然布団は一組しか用意されていない。横入ったら先に。妙な明かりになりましたね、やっぱり。さあ、気を取ろう。危ない危ない危ない。餃子一つ頼んでいい。いいぞ。足がほてって眠られねえけど。お前足の裏熱いな。ほてって眠られへん。相当仲いいもん。こんなのやらねえよ。仲良く肩を寄せ合い、二人は眠りについた。翌日、手錠の鍵を持つ内村との待ち合わせ場所、江ノ島へ。雨の中、相合い傘で散歩。そして相手のどうしてもここだけは嫌いという本音を海に向かって叫ぶ。もうこれでね、はい、本当にわだかまりをなくして。そうだ、ね、もう思いの丈は全部打ち負けて、はい、本当の意味で仲直りしましょう。はい、はいはい、それではお願いします。じゃあ今日高から、じゃあマサルから、じゃあ今日高。あ、知ったかぶりはやめろ。こうして仲間ツアー終了。おいしいぞ。来た来た。おー、お前たち。おー、売りなりメンバー。おめでとう。見てました、今のシーン。生理的だからね。生理的に嫌いなところに行っちゃった。いいよいいよ。それでどうだった、過ごしてみて一日。いや、素晴らしい一日。浜口どうだった、清高とは。清高しっかりもう友達。じゃあ手錠外していいかな。おお、いやでも、いやー、ちょっと寂しい。いや、こんな鍵してしまった。あれあれ、いや外せ。おお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 せーの、同時に外しましたよ。でも、おお、でも離さない、離さない。みんな拍手で幸やれ。この二人に幸多からんこと。よし、はいはい、オッケー。今回の仲直り企画、全く無駄に終わった。